こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。韓国代表の女子バレーボール選手イ・ジェヨン、イ・ダヨンの姉妹が代表資格を剥奪されたようです。理由は学生時代の暴力問題に発展しているようです。さすが韓国の代表ですね。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。校内暴力の加害者とされた韓国の女子バレーボール選手である双子のイ・ジェヨン、イ・ダヨン姉妹が国家代表資格を剥奪されたことに対して海外メディアも集中的に報じている。さらに政策至上主義のもと韓国スポーツ界で蔓延した暴力問題にも言及されている。日本の時事通信は韓国女子バレーボール代表チームの双子姉妹イ・ジェヨン、イ・ダヨンの両選手が中学時代にチームメイトをいじめていた事実が明らかとなり、東京五輪出場が事実上不可能になったと報道した。また AFP 通信や A デイリーメールなどの海外メディアもイ・ジェヨン、イ・ダヨン双子姉妹の校内暴力の事態を報じた。メディアは韓国女子バレーボールの東京五輪進出に貢献した双子姉妹イ・ジェヨンとイ・ダヨン選手が中学時代チームメイトをいじめてお金を奪ったり凶器で脅したという疑惑を受けているとし、双子は過去の過ちを認めて謝罪したと伝えた。さらに韓国は五輪でトップ10入りするスポーツ強国だ。しかし政策至上主義によって身体的言葉の暴力が蔓延しているとし、コチェ・スクヒョン選手の事件なども皮肉った。イ・ジェヨンとイ・ダヨン選手は最近中学時代に校内暴力を犯した事実が明らかとなり物議を醸した。所属チームと大韓バレーボール協会は彼女たちに強い懲戒を下した。広告声明は無期限出場停止を、バレーボール協会は両選手の国家代表資格を無期限剥奪とした。それではネットの反応です。無期限剥奪ではなく永久追放。今回のことは暴力の被害者だけではなく韓国全体を国際的に恥ずかしめる行為である。これを見てもバレーボール連盟はただじっとしているだけなんですか？本当にすごいですね。バレーボールだけじゃないですよね。これは韓国スポーツ界全体がみんなで反省しなければならないことですよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。